この春からバンダイはプラモデルの月間出荷表を掲載することをやめた。それによりプラモデル屋は転売屋対策がしやすくなり、我々はちょくちょくおもちゃ屋さんに足を運ぶという楽しみが増えた。その恩恵といっては定かではないが、その中で見つけた久方ぶりに会う人がこれだ。こんにちは、バレルです。これ見てくれよ、これね、たまたま昨日ボケ屋さんに寄ったら入荷したばっかで置いてあったんですよね。ハイグレードユニバーサルセンチュリーの12番のこれハイザック、これめちゃくちゃ久方ぶりに手に取ります。これは多分俺がね、小学校か中学校ぐらいの時に発売されたキットだと思うんだけど、昔よくこれ組んでたんですよ。ちょっと懐かしすぎて、即買いしちゃいましたね。見てこのパッケージのハイザック、かっこよすぎだろ。これもう腰ひねってるしね、これね。当時とのパッケージの違いとしてはですね、このバンダイのロゴが青になったっていうところと、あとここにバンダイナムコのこのロゴっていうのをこれが加わったってところかな。これちょっといらないな、肩幅見せてほしいな。非常に思い出深いキットなんで、ちょっとじっくりと、今回レビューしていこうと思います。じゃあ箱の横こんな感じになってんね。結構ね、薄いんだよね、この当初のハイグレードの箱。薄いのが多くて、うわなんかたまんねえ、この薄さがたまんねえわ。もうですね、ここに完成写真、塗装済みの完成写真が載っている。ハイザックの、機体説明が載ってますね。ハイザックは一年戦争終結後に、作られたよみたいな、その説明が載っていますと。で、こちら側は、完成写真がポン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 と載っていて、ここにもハイザックのそのテレビアニメに登場するこういうもので、こういうキットですよっていうような説明がここには書いてあります。お値段がね、当時と据え置きで変わらず、これ950円なんだけど、ちょっと割引されて900円ぴったりぐらいで今回は俺は買いました。で、一応ですね、そのお店のマスターに今日何が入ったのっていうふうに聞いたんですけど、これがね、入荷されたのが俺がちょうど店に立ち寄った1時間前ぐらいらしくて、で、いきなりポンと入ってきたんですって。量産型のザク3、そう、量産型のザク3のハイグレードもね、欲しかったね。やっぱりね、好きな人はすごく買うよね。量産型のザク3が1個で、ハイザックが1個で、ガンタンクが3つかな。で、これ買って家帰った後に、リーさんにガンタンク売ってたと言ったら欲しいって言うんで、ガンタンク買ってきました。今リーが作ってます。いや、冒頭でも言ったんだけど、やっぱそのバンダイの出荷表っていうのがバンダイのホームページに載ってるんですよね。今月何日にこれが出荷されるよ、これが出荷されるよ、再販されるよって説明が、今まで見れたんだけど、昨今のですね、転売屋対策のためにその出荷表の掲載を一時期やめますよってアナウンスがされたんです。だから今月いついつに何のキット、何のプラモデルがいついつどこどこに発送されるっていうのが分かんなくなったんですよ。ちょこちょこさ、そのプラモデル屋さんに足を運ぶっていう楽しみがまた増えるわけですよ。今までは何日に行けばそこにあるっていう感じだから、みんな争奪戦になってみんなその日に行っちゃうんだよね。だからおもちゃ屋さんもパンパンになっちゃうし、こっちも買いたいものが買えないとかね、そういう感じだったんだけど、今回それがなくなったんで、こういう風にレアキットって言い方ちょっと違うかもしれないけど、すごく、久しぶりに、会えるプラモデルに出会えたというわけです。またこのさ、ハイザックっていうラインナップもいいよね。これがその今まで続いているね、このハイグレードシリーズ、ハイグレードユニバーサルセンチュリーシリーズなんだけど、これの12番目のキットでして、当初ね、ハイグレードユニバーサルセンチュリーって確かあんまりリファインとかの日の目が当たらない、メカっていうのをどんどんリリースしていくよっていうシリーズだったはずなんですよ。だから第1弾目がガンキャノンなんだよね。渋いよな、ガンキャノンってチョイスがなかなか渋い。で、それでギャンとか、それこそマシュマーのザク3とか、あとはキュベレイもそうだったよね、グフとか、そこら辺の、あんまりそのリファインされないんじゃないかっていう風に声が上がってるっていう、メカをに終点を当てて、リリースしていくシリーズと言われてたはずです。ということで中身チェックしていこう。まず説明書、ちょっと後で見ようかな。ランナーがこんな感じですね。ランナーがポリキャップ含めて4枚です。色プラが1枚と緑色の、メインカラーっていうかな、緑色の2枚、ポリキャップを含めた4枚が入っています。今のハイグレードと比べるとなんとなくね、あれだよね、プラの材質が硬い。逆に言えば
今のハイグレードって関節機構とかがみんな同じ仕様になってたりするじゃん、大体が。でプラがね柔らかくなったんだよね。ABS だと壊れちゃうからっつうので、ちょっとなんか柔らかめで、なんかポリキャップじゃないんだけど、この摩擦に強いみたいなプラを使ってるんですよ。ただこの時のね、材質はこのカチカチのねプラはですね、もうほんとすごい、もう袋の上からでもプラモデル感がすごい伝わってくる。俺いつもねそうやって言うんだけど、この昔のね、この時代のハイグレードでさえね、このパーツの裏側がボコボコだったりズタズタだったり、こう傷っていうかな、プレスの時のあのなんつなんかシワとかがねいっぱい入ってるんですよね。これね、この手触り感がすごいプラモデル感あってたまんねえなーって、まあちょっと思い出補正もあるんだけど、まあそういうのがあるんです。で説明書なんだけどね、またねここはね声を大にして言いたい、推しポイントがございます。この最初の頃のハイグレードシリーズの写真ってまあこういう感じ。ちょっとどれ使おうかな。ちょっとこのごめんなさいね、ガメラのちょっとフィギュアで再現させていただくんだけど、これさ、この当時のねプラモってこの角度なんですよね。ちょっとだけこう横を向いてるんで、最近のハイグレードはこうなんですよね。かなり横を向いてるようなポージングの、あの写真になったりするんですよ。手元に あったあった、手元にストライクの写真があるんで、はい、こんな感じですね。最近は結構グッと横向いてます。昔はちょっと正面向いてます。このぐらいが好きなんですよ。まあ、これ今回個人的な感想の、感想ばっか述べる動画になっちゃうんだけどね。あ、そう、せっかくだからこのハイグレードのストライクと、比べながら見ていこうか。で裏側がこういう風になってますね。完成品写真が載ってますと。ザクマシンガン買い構えてます、構えてますって言うけど、実はこのハイザックザクマシンガンちゃんと構えらんないですよね。でアクションポーズで膝も90度曲がんないし、股関節がまだあのボールジョイント、俺までボールジョイント好きな派なんだけど、ボールジョイントなんだけど全然開脚しないっていう、まあ、ただこれがリリースされるっていうのが魅力ですからね。で各部ディティールがねかなり細かいんだよね。で造形もめちゃかっこいい。でリアビュー書いてあります。でカラーガイドが書いてあると。でまあ最近のハイグレードと比べると裏側までこれ黒いのが多いですよね、あの説明書のワーク。でここになんていうの、そのキャラクター説明っていうのが書いてあるんだけど、こっちは違うんだよね。これね最近のハイグレードはもう中開くとここのページが一応機体説明になってて、もうパパパパッとこう組み立て説明になってるんだけど、ちょっとフォーマットが違います。これを開くとこうやって両面開きで機体説明が書いてあるんだよね。これがねまあワクワクするハイザックどういうメカなのかっていうのがこっちに書いてあって、まあ、ここにテレビシリーズで登場したこういうキャラクターですよっていう説明が書いてあって、ここなんだよ俺が声を大きくして言いたいのはここなんですよ。ここちょっと見えるかな、ここあのね、このデザインワークス、コンセプトデザイン、加時はじめ、これ加時さんがあのデザインこう書き起こして、それをキット化していくみたいなあのコンセプトなんだけど、このね、黒背景にこの白線でこう書いてあるこのコンセプトデザイン、原稿、めっちゃかっこいいんだよね、これね。そう。でね、これ細かくて、例えばこのハイザックだったら、これバージョン 2.1 って書いてます。だから多分これここのデザインに仕上がるまでに何個もやっぱ原稿書いてるんでしょうね。でこう例えば足のこれ横の足の横のバーニアかな、これどこだ、うん、足の横のバーニアだね。この追加バーニアみたいな外側のやつなんだけど、ここにねここの半円形の面もう少し小さくてもいいかもとかね、いろいろね書いてあるんですよね。ポイントがここのライン少し広がるようにとか、すみません、ここももう少し狭くとかね、いろいろ書いてあるんですよね。でめちゃめちゃかっこいい、こうマッシブな加時はじめ立ち絵デザイン でしかも他のイラストレーターさんが書いてるこのめちゃめちゃかっこいいハイザックなんだけど、実際出来上がるのこれっていうあのね、これ全然違うじゃねえかみたいなのがよくあったんですよ。ちょっと手元になくなっちゃったかな。あのね最近ジムのねハイグレードを作ったんだけど、ジムのね加時デザインもまあマッシブでかっこいいだったんだけど、あの組み上げてみたら全然こんなジムじゃねえじゃねえかみたいな、そういうツッコミどころがあるんですけど、またねそれもね魅力あんだよね。俺らみたいなのってさ、こういうの好きだよね。好きじゃない、いや好きだろ、
こういうの本当ね好きなんだよね。これ見てるだけですごくワクワクしますっていうところが一番思い出としては、大きいところかな。ハイザックのリニューアルデザインにおいてはフレキシブルな各関節の、大胆な稼働に加え、一年戦争の名機であるザクのイメージを踏まえつつ、次世代の標準機としてのフォルムやディティールの再現が重点的なポイントと言えるっていう風に大々的なこと書いてますけど、あの全然フレキシブルにも動かないし、大胆な稼働しないですこのキット本当にねあんま大胆な稼働しないですよ。まあちょっといくら、こういうね、まあ、ほぼ自分語り的な思い出語り的なのはいくらやっても飽きないんで、とりあえずですね今回はまずは素組みをしてみて、素組みをしてみた後にですね、まあせっかくだから全体塗装しようかな。最後にこれ作ったのも多分中学校でほんとガンプラをただただ作って遊んでた頃っていう時だったんで、塗装も何もしてなかったんですよ。ほんとマッキーとかでね、墨入れごちゃごちゃの墨入れして遊んでるみたいなレベルだったんで今回はですね割とがっつりと綺麗めにこのハイザック作ってあげようかなと思います。思い出もありますんで楽しみながら制作していこうと思います。それでは素組みをしていきます。この動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。もう一度動画が面白かったらチャンネル登録でも高評価でも何でもいい。諸君らのワンクリックをよろしくだね。有料下の諸君らのワンクリックこそこのチャンネルの最大の救いとなりうるのである。チークチョン。